ん、それって結構視野狭くないですか、それって、うん、自分さえ良ければいいっていう感じになっちゃってますけど、今の話だと、うん、なんか、うん、でも若手で裁量権ってどの会社も同じじゃないですか、うん、皆さん、みなみさんの動画見てどうですか、はい、私、あのみなみさんの動画、面接動画何本も編集したことあって、正直めちゃめちゃ怖いくて、僕からの判定は、はい、×、はい、ですいろいろ突っ込みどころは大量になりすぎて、はい、ぶっちゃけ嫌ですね、面接受けるのでも、まあ、もうちょっと動画を見て学んで頑張ろうと思います。皆さん、今の心境はどうですか。いや、めちゃめちゃ緊張しています。怖いです、みなみさん。多分、まあ、ボコボコにされるんですけど、頑張ります。はい、では次の方、どうぞ。失礼します。はい、こんにちは。こんにちは。では、おかけください。失礼します。では、本日は大手広告代理店である、福田インターネットの面接にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます、人事部採用責任者の、南と申します。では本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では初めに、簡単に1分間程度でいいので自己紹介をお願いします。はい、関西大学3年社会学部の西織奈です。大学ではバスケットボールサークルに所属していまして、2年生の時点で全国3位という結果を残しました。本日はよろしくお願いいたします。短いですね。他に何かあったりします。は大学入学前から今までずっと動画編集をやっておりました。はい、はい、以上です。了解しました。じゃあ大きくは大学時代のバスケと、動画編集というのが大きなエピソードですか。はい、どちらのエピソードでもいいんですけど、人生で一番大きな挫折を感じた瞬間、その挫折をどう乗り越えたのかっていうのを教えてください。特になんか挫折をしたなって思う経験がないんですけど、はい、一番頑張った経験とかでもいいか、はい、今までで一番頑張ったなって思うのはその動画編集の話なんですけど、大学1年生の頃に夏休みの期間ずっと毎日投稿をするっていうことをやりまして。ごめんなさい、それは自分のチャンネルですか。人のチャンネルで。人のチャンネル、はい、を専属で編集をしていたんですけど、それを毎日投稿するっていうことになって、私一人でその編集を抱えたんですね。はい、でその時はまだ初めて編集を始めてまだ半年しか経っていない時期 で、はい、で編集も独学で始めたので、全然なんかうまくできていなくて、一本だいたい20時間ぐらいは1本って何分間ですか。1本大体15分ぐらいでしょ。完成が15分ぐらいで、でやっぱ編集がまだ遅かったので、1日では完成できなくて、はい、2日とかに分けて結構20時間ぐらいはかけてたかなって思うんですけど。ごめんなさい、毎日投稿で20時間だと計算がちょっと合わないんですけど。それは前々からストックを作っていった中で、やったんですけど、そうなってもやっぱストックを維持するのも難しくなってできてなんだ。そうなるとやっぱ夜も寝れないぐらいの状況になったんですね。はい、それは挫折だと思いますけどね、十分な。で本当になんか睡眠を惜しんでまでなんかそれをしないといけないっていう状況がやっぱ辛くて、はい、そこで結構心が折れかけたことがありました。でも自分が辞めたらその投稿が成り立たないっていう状況からやっぱやらないとなっていうので、結果、その毎日投稿は一日も途切れることなくやりきることができました。ごめんなさい、毎日投稿ってあくまでも手段であって、その目的は何だったんですか。目的はやっぱ夏休みっていうのはYouTube に人が集まりやすいの でターゲットもやっぱ学生だったので、はい、その時にやっぱりいっぱい投稿してチャンネル登録を増やすっていうのが目標でした。具体的に数字では2年前のことであまりはっきりとした数字は覚えてないんですけど、その夏休みの間でだいたい5000人ぐらいは増加したと記憶しています。
5000人という増加はどうだったんですか、あの振り返ってみると。毎日投稿して絶対何人まで伸ばすぞっていう目標を定めてたわけじゃなかったので、はい、悪いとはあんま思わなくて、5000人も増えた、頑張ったねみたいな感じではありました。目標がないのに頑張れたのって何でですか。人生の自分のリナさんのモチベーションの源泉の話なんですけど、はい、目標がないのになぜ頑張れたのか。登録者増加のために編集を任されたっていう立場だったので、はい、その任されたことはなんだろう、やりきろうっていう、なんだろう、責任感みたいなところからそれは成し遂げれたかなって思っています。なるほど。じゃあ結構責任感ってキーワードだと僕は思うんですけれども、その責任感っていう瞬間が発揮された瞬間が動画編集以外の話で、何かエピソードあれば教えてください。責任感、あまり自分では責任感が強い方だと思っていなかったんですね。なんか矛盾をしてしまうんですけど、はい、思ってなくて、でもその、 毎日投稿していたとか、その編集の話をした時になんかそれって責任感強いよねみたいな他人から言われて、あそうなんだって気づいたのがあって、あまり自分でここで責任感が発揮したなみたいなエピソードは正直思いつかないです。逆に言うとバスケ部の全国3位という結果においては別に責任感感じず自由に奔放にプレーしてただけって感じですか。まあ、そうですね、全国大会とかなるとやっぱ相手も強いので、まあ、自分の一個一個 の、はい、プレーに責任は持ち、責任感ありますよね。はい、やっていました。確かに、はい、バスケ部の方ではチームの中においてどんな立場でどんな価値を発揮しました。そんなにプレーっていうと、その中で全然上手い方ではないので、まあ、自分が出ている時は、まあ、自分ができる精一杯のことをして、それ以外ではまあチームメイトからなんかアドバイスを、自分から調子が悪い時はなんかどこがダメだろうみたいなのをアドバイスをもらいに行ったり、自分のプレーに対してフィードバックをもらいに行った。はい、それって結構視野狭くないですか、それって。自分さえ良ければいいっていう感じになっちゃってますけど、今の話だと、みんながプレーに対して、まあ、今こういう状況だから次こうしようみたいな戦略をみんなが、まあ、発信意見するんですけど、でもそれをみんなで意見は対立せず全員受け止めるみたいなチームではあります。じゃあ別にリナさんが価値があったわけじゃなくてチームがすごかったって話なんですか、それは。そうですね、そうなる。本当にそうなんですか。でも私の性格として、なんだろう、例えば意見が衝突しそうな時とかに私は絶対こうじゃないとダメだみたいなを主張するタイプではなくて、はい、どちらかというとその平和に物事がなんか決まるように平和に進むように、なんだろう、なんか、あまりなんか 波をなんか起こさないというか、はい、ような立場役割はあったかなって思います。波を起こさないためにどういうアクションをしたんですか。意見が もし分かれていたとしたら、その両方になんか話を聞いてどういう意図でそっちを選ぶのかとかを聞いて、その上でお互いがなんか納得いく方に持っていくようにするみたいなのは自分の性格上そういう役割があったかなと思います。じゃあその波を起こさないように、事前にこう先回りして行動することができるって話だと思うんですけれども、はい、それがバスケ以外で発揮されたエピソードって何かあったりします。私家族両親もなんかそんな仲いいわけじゃなくて、はい、昔から結構言い合いになることが多くて、それをまあ見て育ったんですけど、どんどん自分が成長していく中でもう大体あ今から言い合いになるなみたいなのが分かるんですけど、はい、その時に一旦そこを抑えてもらって、自分がまず母のところに行ってこういうことを思ってるからそこは、まあ、分かってあげてねみたいなとかを両方に言いに行って、あまりそこがバトルにならないようにしているっていうのはあります。まあ、家族の話なんですけど。はい、分かりやすいです。はい、了解しました。ここから先は、志望動機の話を聞いてもいいですか。
数が、まずなぜ広告業界なのかって業界の志望動機と、その中でもなぜ数あるたくさん企業がある中でなぜ福田インターネットを志望してくれているのかっていう話を聞かせてください。はい、私は先ほども申しましたように、その動画編集をやっているのと、はい、あと長期インターンでやっぱ YouTube の制作とかに今関わっているので、はい、動画っていうものにまず興味があります。動画に興味がある。ほうほう。それで御社の事業の中 でメディア事業があると見たんですけど、はい、そのメディア事業をやってみたいと思って御社を志望しています。希望の職種って何かあります？クリエイティブ職見つけるのが一番自分のスキルも活かせるかなと思っています。で今までで、生きていく中で触れた動画コンテンツの中で、うん、YouTube でも映画でも、まあ、弊社の動画サービスでもいいんですけど、うん、何でもいいんですけど、これはクリエイティビティ感じたわっていういい事例があったら教えてください。クリエイティビティを感じたか、もしくは自分の感性にすごくもう刺さった事例とかあれば。ドキュメンタリーとかを見るのが結構好きで、はい、具体的に何かあります？それ7秒にで記憶が消えてしまう女性のドキュメンタリーみたいなのがあって、私それを見た時になんか自分のなんか知らないところで こういう方がなんかいるんだというか、自分の本当知らない世界だったので、それに衝撃を受けたのを覚えています。リアルな皆さんが知らないけど知ってほしいことを伝えたいっていう方ですかね、はいはい、そうです。結構報道とかジャーナリズムとかそっちの方とも興味あったりするんですかね？それも興味はあります。でもやっぱ一番志望しているのはその編集とかそっちの動画を制作する、自分で手を動かして制作する側です。なるほど。今の話聞いてると、うん、結構自分で能力があるから別に一人でもフリーランスとして食っていけそうな雰囲気がしたんですけど、うん、その中でもなぜ弊社を志望してくださっているんでしょうか？フリーランスだとやっぱり自分の力を強くつけないと、より多くの人にかもっと多くの人に届けることはやっぱ難しいのかなって思っていて、本社に入った方が会社の大きさとか力とか周りの人の能力とかサポートもあって、もっと多くの人にその動画を届けることができるのかなって思っていて入社したいと思っています。今まで弊社の社員と話したりとか、なんかインタビュー読んだりとか何かありますか？ネットで社員さんのインタビューを読んだことはあります。何か感想とかあります？読んでみて。若手でも裁量権があったり、挑戦をできる環境だっていうのを見て、私はなんだろう、その若いうちから自分でどんどんその動画を作るとか自分で挑戦していきたいなっていうのがあるので、その点でなんか御社に入ったらそういう挑戦ができるなって思って入社したいなと思いました。でも若手で裁量権ってどの会社も同じじゃないですか？そうですね。でもやっぱり他だとやっぱなかなか最初から裁量権を持つのは実際には難しいのかなって思っていて、その分御社だったらそれが実現できるんじゃないかなと思っています。まあ、入社後のミスマッチが生まれないように、まあ、記事だけじゃなくて本当は社員さんとぜひ会っていただけたらなと思いますので、はい、もし機会があれば社員とぜひ会ってお話しいただけたらなと思います。はい、最後に何か我々たちに伝えたいことって何かあったりします？はい、私のトニエは素直なところだと思っています。なので御社でもやっぱりフィードバックをいただいたりとか、まあ、言われた仕事に対してもまあ、素直に責任を持って誠実に取り組もうと思っているので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ面接は以上になります。ありがとうございます、はい、それでは結果を発表します。はい、三角です。おお、三角。はい罰じゃなかった結論から申し上げると、フィードバック素材はいいんですけど、はい、見せ方が下手くそすぎる、はい、
っていうので、はい、深掘って初めて出てくるってことが多すぎるので、これ一次面接の10分だったら多分落ちてます、はい、エピソードは気合と根性が伝わってくるいいエピソードいっぱいあるのに説明の仕方が最悪です。はい。じゃあ上から順番にいきますね。はい、エピソードは全国3位を言っちゃうとちょっと強すぎるので、これどっちを先に伝えたいかはちょっと考えた方が多分良くて、はい、これ全国3位なのに絶対引っ張られちゃうので、はい、でも実際時間を使ってるのって動画編集なわけじゃないですか、はい、なんで多分動画の話した方がいいんですよね、うん、メインディッシュ動画編集の話 でチームで価値を生んだっていうサイドディッシュのところでバスケの話した方が良くて、うん、っていうまず順番がおかしいですよね、まずはい、次、60秒後くらいで、最初自己紹介してくださいって言ったのに自己紹介が10秒で終わった。はい、で、人の求めているものを出さないっていうのは最悪ですよ、はい、で、見せ方が下手っていうところなんですけど、終始最初から最後まで自分の価値を下げるような言葉を自分で言うことをめちゃくちゃ多くて、それは絶対に言う必要はない、はい、わざわざ自分から減点をするのは無意味だし、自信を持って答えるけれども言い方を変えるだけみたいな感じですね。例えば挫折がないっていうはっきり最初に言ったけど出てきましたよ、いっぱい。だから自信持って私はこれを乗り越えたんだっていうふうに言った方が良い。で、毎日投稿の件に関して言うと、これ終始正直言うとガッツと根性はあるけど頭悪そうだなと思っちゃったんですね。っていうのも大事なことって逆算なんですよ。全体像を把握した上で逆算をする力、これが先回り力じゃないですか。で、それが多分あると思うんですよ。あると思うんですけど、この毎日投稿に関して言うと数的な目標があった上でそこに向けて努力する、逆算をする、そのために毎日投稿をするっていう風な目指す山があった上で逆算をするべきなのに、山がない状態で努力をしたんですって言うとん?みたいなので、ちゃんとどういう人がターゲットでどういう目標があって、だからそのターゲットと目標に達成するために毎日投稿したんですっていうのを最初に言わないと頭が悪そうなんですよ、はいで、バスケの話もこれもまたプレゼンテーションが下手くそで視野が狭そうなんですよね。全部自分で完結しちゃってる、自分のプレーに対してフィードバックをもらった、全部自分だけみたいな、はい、で、そうじゃないからバスケにおいてチームの話と自分個人の話を2個分けた方が良くて、先に自分の話しちゃったけどまずチームの話した方が良い。例えば自分は先回りする能力があるから、今こういうことが話し合われてるなら次こういうことが起きるだろうと想定をして、先にこういうことをすることによってチームでの無駄な揉め事とかを潰して健全な時間の使い方をしていい練習ができたっていうのは言い方の問題ので言い方を変えれば良いです。で、自己主張をするタイプではないという言い方、これももっと言い方変えた方が良くて、人の話をちゃんと聞いて受け止めた上で信頼関係を築いていくと、信頼関係を築いたことによっていいチームを作ることができますっていうような言い方をすれば分かりやすいんですよね。これ言い方変えるだけで解決するんですよね。動画編集もバスケの話もどっちもなんですけど、もう先にキーワード言っちゃった方が良くて、私は責任感の人間ですとか、私は先回りの人間ですとか、ポンってキーワード先に言ってくれた方が、あ、責任感の人間なのねっていうのを頭に入れた上でいろいろエピソード聞けるから、いろいろ聞いた上で深掘ってやっと責任感と先回りっていうのが出てきて、んってなった。で、具体的なエピソードがあるのはバスケのシーンもそうだし家庭のシーンもどっちもそのシーンが思い浮かべられるので、具体的なエピソードがあるから、あ、先回り本当にしてるねっていう風に、あ、じゃあ信頼できるねっていう風になります。で、志望動機の部分に関して言うと、こういうドキュメンタリーが自分の中には刺さったっていう風に具体的に言えるのはベリーグッドです。それがもっとあるといいですね。他にもこれ1個だけじゃなくてもっとあるといいです。と、まあ、今回動画だったので若手で裁量権の話はあえて抽象的にしたと思うんですけど、本番の面接だったら具体的に名前を出してどんな仕事をしてるのか、でどんな裁量があったのかっていうのも具体的に言った方がいい。面接では必ずそれを言ってください、はい、じゃないとこの人読んでないなっていう風になる感じです。以上。じゃあ皆さんどうでしたか。あんまり喋るのが得意じゃないと思ってたんですけど、その言い方とか伝え方を変えるだけでなんかもっと良くなるんだなって思って、これから改善していこうと思いました。はい、結構爆発なんですよ、はい、自分が喋ってる動画で見る、はい、で反省をする、改善をする、でまた次に自分が喋るっていう、これを繰り返すしかなくて、はい、それをもっとやった方がいい、はい、以上。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。せーの、じゃだ、じゃだ、じゃだ。
真面目にやってるんですかって聞いてるんですよね。ちょっと無視されちゃってる。真面目にやってんの。めちゃくちゃ真面目にやりました。その緊張で遊びじゃないんですよ、面接は。面接は遊びじゃないんですよ。はい、遊びじゃないんですよ、面接は。みなさん、みなさん、みなみさんの態度、ぶっちゃけどっち丸×ぶっちゃけダメだよね、今年もそう思う。腹ひれほれ。いやいやいや